自然の力というんですか、あの災害の規模からもこれだけのパワー,あー、そういったものを非常に感じました。東京消防庁の即応対処部隊の宮沢博氏部隊長は土石流が発生した3日から6日までおよそ130人の隊員を率いて救助活動の指揮を取りました。近づこうとするとこの土砂がですね、えー、堆積しておりまして。えー 足場を踏み込むとです、ね、一気に腰ぐらいまで潜ってしまうような状況地元の消防団の方や、やはり私たちが活動した地域に住む方から、多くの情報が寄せられました、その情報をもとに、えー、検索という活動を展開することができたので、全員を救助するんだ、救出するんだという強い思いで入ってますので、各隊の中に継続されているというふうに私は感じております。 天候が安定せず二次災害の危険性もある中状況を把握するためにドローンの映像が大きな力になったということです。